この時期で半袖は寒いな。カットインかけ。ふむ。え？で、俺の知ってるジムじゃない。なんだっけ、ジム戦？なんだっけ、タフタウンのポケモンジムでのミジミッションは、ウールたちを、あちらの牧草の塊、牧草ロールまで追い込みます。私、ちなみに、私、ダンペイと申します。お、04、ゼルデンジョン。レフェリーや試合結果の報告を担当しております。それではジムミッションスタートです。どうすんの？あ、俺なんかこれ、ゼルダでやったな。オッケー、割とすぐ勝手に飛んでったな。あいつなんか余計なことしてるやついる。うん、意外とすぐ行くっていう。はい、ようこそジムチャレンジャー。申し訳ないが君を追い返すのが仕事なんです。まあジムトレーナーのソータ。なるほど。あ、てか作業員とか前のさ、ジムリーグっていうなんだっけあれ。なんか普通の私服で着てた人が多かったけど、今回はちゃんとしたユニフォームで着てるんだ。変わったね、ポケモンも。コロハは高速スピン。よし、オッケー、倒した。あいにくニトロチャージ持ってるおかげで結構楽に進められてるね。俺一瞬さ、あのさっきのさ音さ、FF かと思った。タタタタンタンタンタタタンのやつ。なんで FF って思ったけど、ワンパチが、あ、お前余計なことすんじゃねえよ。てかせっかくジムに来てるから、ちょっとお前なんでお前帰んな。お前ふざけんな。全員倒していくか。よし、決めるポケモン思いっきり技を放ってスッキリしたいんじゃないか。てか両方にさジムトレーナーやればよかったのにさ、横にジムトレーナー真ん中にワンパチやってさ塞げばさよかったのにさ。一番空いてる左ガラ空きだったからね、通路が。よし。佐久間もうちょっとだね。20。ジグザグマに進化するんだよ次。ジグザグマに進化する何レベルだろうね。これも高速スピンで大丈夫かな。ナイスナイス。当たらないのはラッキーだったな。ここでまひるのはちょっとめんどくせえな。よし、レベル20。オッケー、ワンパチの加入。こう読まねえよ。お前読まねえかんな。あ、来た、進化。おや、佐久間の様子が、佐久間がレベル上がる。かつまっすぐ、まあれジグザグマじゃねえ。俺の思い違いだった。まっすぐまガラルの姿、長い舌で獲物を挑発、怒った相手に
あれジグザグマってだっけ、あジグザグマって元の姿だった辻斬り、あ欲しいな辻斬り、悪がねミサイル針そんな強くなかったから消しとくか。はい筋切りを覚えた。よしじゃあいくか。じゃあちょっとせっかく上がったことなら不思議な雨もさす、これで上げとくか。結構まだ進化してないのこの2人だね。結構進化してきたな俺のポケモンも、成長したなあーそっちへ行かないで、お前こっち行くんだ、お前ワンパチ、お前ふざけんな、お前あ勝手に行ってくれてる、ちょっと待って、おいバカ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 、おいバカ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 、よし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 、早いってお前ウール、オッケー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 、ナイスナイス、早く行け早く行け早く行け、よしじゃあ勝負してくるわ。ジムリーダーの目の前、ジムリーダーは目の前だけど戦われるとは限らない。じゃあもう意外とすぐ終わるな。緑、名前的にお前がジムリーダーっぽいけどな。ネルギガンテこれさ、なんか3個目に進化すんのかな、そこは気になるな。3個目に進化するとならさ、どういう形になるんだろう。あ、このままでいきたいな。よっしゃ、まあ普通にもうぬるゲーになっちゃったね。よし死んでない、謎の草だけなんか生き延びてるようなキャスト、無駄に。よし次はジムリーダーね、なんて強いチャレンジャーなの。あまり感心してないように、おお。はい20人、あ全員帰ってったえ横で見守るんだお前ら。はい着きました。はい意外と階段長い、こん中入ればいいのかな。ジムミッションクリア、でも俺水タイプしか持ってなかったら俺結構辛かったな。うん観客いたんだ。いや待って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 、どうしよう、ここで終わろっかな。うんキリがいいけど、あーどうしようかな、進んじゃった終わればよかったのに。歩いてきたね、あ、なんだ横切るわけじゃねえんだ。僕のポケモンジムは初めのジムなので次々にチャレンジャーが来るのです。ですからジムミッションも割と厳しめにしとるのですが、ケロマ掃除さんはちゃんとジムミッションクリア、さすがの一言だわ。君はポケモンへの理解がとても深いんだな。こりゃ手強い勝負になる。
僕もダイマックスを使わねば。おお、盛り上がってきてんな。やろう。あ、もういきなり鬼面か。鬼面か、ハイパーボールで捕まえてんだ。ちょっと、おあ、びくった、俺か。ダイマックス、ガラル地方のポケモンは特定の場所で巨大化します。これをダイマックスと呼びます。ダイマックスバンドが輝いた時、ダイマックスボタンを押すとポケモンがダイマックスします。ダイマックスできるのは3ターンです。その間ダイマックスしたポケモンは強力な技、ダイマックス技を使います。しかもダイマックス技は特別な効果が発生するようになります。効果はタイプによって変わります。ダイマックスするタイミングを見極めつつ勝利しましょう。じゃあちょっと、じゃあちょっとどうしようかな。一回じゃあ普通にやって、ダイマックスは、いや他のダイマックス見せるか。いけネルギガンテ、ネルギガンテのダイマックス。ネルギガンテがダイマックスしたらもう滅びるだろ。てか鬼面か相手にダイマックスしちゃうよ。ダイバーン、いじめだろこれも。いや待って、その周りに俺ら全員死んでね。日差しが強くなった、やば。私らが、私らが、わかんねえな。おお、僕たちは寝る、農業は練り腰なんじゃ。私らが、鬼面化の進化したやつ。この人は、さあダイマックスだ、根こそぎ切り取ってやる。うお、なんか曲かっこよくね。うわーみたいな。こいつ声でけえな。うん、まあただ見せることだけなんだけど。おい、マジか、広がった。驚けよ、たまげろよ、これがダイマックスの技じゃ。大草原、大草原でキノコ。おい、マジか、なんだ、足元に草が生い茂った。え、これいい、これいいの。いや俺の方がなんかうるせえな後ろ。ウォー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 って言っちゃってるわ。俺の方が回復してたけど、さっき。よし、倒した。爆発したけど関係ねえぜ。ハチクリもレベル上がったな。ハチクリ蒸発いいでしょ。ベストランド23。すげえ、イエーイ、初のジム挑戦がまさかの草の力、みんなしおれた。なんというジムチャレンジャーじゃ。うん、たまたま最初のポケモンの、最初のぶつかったポケモンが活躍してくれると思うのこと。君にとって実りの多いポケモン勝負だったんだな。ジムチャレンジにおいてジムリーダーに勝った証として草バッジをお渡しするんだわ。手でかっ、やった、縁なんだ。レベル25までのポケモンを捕まえられるようになった。ジムバッジを8個集めるのが、あ、違う違う、ジムチャレンジ突破の条件。他のジムリーダーに挑み見事勝利を手にするんじゃ。はぁ、疲れた。
ケロン掃除さん、ジムリーダーヤローさんに勝利、本当におめでとうございます。記念にこちらの技のシーンをどうぞ。気合切りだな。全く関係なかった。秘伝マシンもらうのかなって思ったけど、マジカルリーフね。相手を追跡する不思議な葉っぱをまき散らす。攻撃が必ず命中する。合わせてヤローさんのユニフォームをプレゼントします。もちろんレプリカですけど、別にいいかな。草セット聞こえてねえよな。別にいいかなって声を。ケロマ掃除さんにアドバイス。ジムチャレンジは挑戦する順番が決まっているんだわ。で、次はバウタンのルリナさん。5番道路を越えていくんだな。ただ草鉢を手に入れたならワイルドエリアに行くのもありだね。自分が連れているポケモンよりレベルが高いポケモンは捕まえるので手こずるだろうけど、強いポケモン仲間にできるよ。はあ、そういうことか。え、でもいるのかな。